ったら始めればいい。まあね。天使のはしご、縁起こし第1回目の配信になります。私たち夫婦ですね、かなりご縁があるお世話になった方が第1回目のゲストにお越しくださいました。株式会社柳原メカックス代表取締役社長柳原和樹さんです。今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。柳原です。よろしくお願いします。以前ね、私たち夫婦が、勤めていた会社でもあり、まあ、灰原郡吉田町にある会社です。社長、じゃあ社長から会社のアピール会社アピールあの、はい、ここ上にもちょっとね文字が出てますけど、柳原メカックスという会社、吉田町の会社ですね。まあ、そこで社長をやってます。まあ、今日吉田町から焼津の方来させてもらったんで、とりあえず、吉田町のちょっと PR をですねいくつかさせてもらおうかなと思っていろいろ持ってきたんですけど、吉田町にですね、あの本橋テープさんってあるんですね。でそれはあのこう幅狭幅織物、織物の幅が狭いやつを、まあ、テープっていうんですけど、結構有名なブランドのバッグとかそういうの持ち手とか、そういうとこやってるんですけど、そこがねこう、キャンプグッズみたいなね、こういうのランタン、あのいろいろかけたりねするやつ、こういうのを出して、そういう会社がね あるんですよね。こっちか元橋テープ、うん、これプレゼントしょうがない。 ありがとうございます。ネットで買ったんだけどさ、いただきました。これはあのこれ有名な芋松葉ってね、まあ中身1個持っていたけど、こういうやつ、芋松葉ってこれもあの吉田町に ね、 有名ですね。あのあります。これもちょっとこれ、ありがとうございますこれで、じゃあこれ奥さん、ありがとうございます、いただきます。まあそんなのがあったり、食品さん、そうそう、いただきました。あとね、もう一つちょっと PR したいんですけど、こうサーファーのね、宮弘也君っているんですよ。宮弘也君ね、あのもうプロサーファーです、ね、この人があの吉田町の出身で、まあ、この間 あのオリンピックはね、ちょっと残念ながら辞典ぐらいだったんですけど、まあ、実力的にはそれぐらいで、まあ、全国の大会とかにも結構あの出場当然してますし、世界こう各地回ってるんですね。で我々もまあ微力ながらこうサポートをさせてもらってるっていうような、こういう人も吉田町にはいますんで、はい、三輪弘也君、まあ、そういう町にですね、まあ、うちの会社はありますよということで、またあの何ですかね、あの例えばいい保険屋さんがね紹介してほしいとか、いい水道屋さんをね紹介してほしいって言えばすぐ紹介させてもらいますんで、はい、言ってもらえればと思います。まあ八津にもあると思うけど、吉田にとかあるから、はい、お願いします。いい職がいっぱいあります。コメントありがとうございます、はい、コメントをいただきました。幸代さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。第1回目から初コメント。コメントいただきました。ありがとうございます。吉田町に結構いろいろな企業さんや、あの頑張ってる方が多いですね。そうですね。うん、結構ね元気な企業さんありますよ。他にもいろいろあるんですけどね。若い、やっぱ若い経営者の人ね結構頑張ってますよね。はい、今ここにねロボットが、見てロボットって分かる方もいるかわからないですけども、柳原メカックスで、ね、産業機械を作る会社です。今ね吉田町の仲間の紹介をしていただきましたけども、今回は、柳原メカックス自体のご紹介の方に移っていただきたいと思います。そう、じゃあね、一応こういうのも用意 してきたんだけど、あ、キャンプグッズを作る、ね、じゃあキャンプグッズじゃないんだけどね、こう投資はあのほらコロナでなかなか行けないじゃないですか、うん、まあ、キャンプ流行ってる流行ってるんですけど、キャンプ場にも行けないっていうんで、これうちの庭でね、あのテントあってね、これバランゲルドームっていうあれで、今年は中にあのストーブ、薪ストーブも
やってね、これは憧れます。最高な、やっぱ薪、冬だね。そうですね、キャンプはやっぱり、まあそうそうそう、そう冬キャンプ。この話でもだいたい30分1時間はできますけど、ありがとうございます。はい、こんな感じで出てくるみたいで、これね今年の年賀状にもしたんで、ね、送ってないかな。あ、違うバージョン送ったかもしれない。はい。その話じゃなくていい今日、はい、あ、違う話でいい。あ、そうです。これがメインじゃないんですけど、じゃあうちのあれかね、仕事というか、その話した方がいいですかね。はい、まあ今ここにあの紹介してもらいましたけど、あの黄色いね、あのこれはフィギュアですけど、おもちゃがあるんですけど、これがね、あのロボットなんですよ実は。あの産業用のロボットっていうので、まあ工場、まあ工場とかでね、あの使われるあのロボットになります。で、じゃあちょっとこういうのをちゃんと用意してきましたので、見えれば見てほしいんですけど、柳原メカックスっていうね、会社ですけども、あのまあ工場で使われるような、まあ自動化の設備をまあ作ってる会社です。はい。で、一応ね、ちょっと自慢しとくと、2018年にあの地域未来権威企業というあの経済産業省から認定していただいたり、2020年には羽ばたく中小企業小規模事業者300社、日本で300社、はい、ね、これで選んでいた中小企業庁からで、去年って言ったらいいのか、2021年はあの経済産業大臣賞もあのいただいたというですね、なんかすごい会社っぽいようなまあそんなのどうでもいいです。あとロボサポっていうのもやってるんで、それはまたね、あの紹介させてもらいたいなというふうに思います。それでまあこの経済産業大臣賞取ったのだけちょっと紹介させてもらうと、このあのまあワールドロボットサミットっていうね、これもやっぱりロボットの祭典なんですけど、そこで大会があったんですね、競技会が。そこでこう優勝をさせてもらいまして、これディーン・フジオカがねアンバサダーで、一応ね名目上は世界大会なんですよ。で世界一応名目上世界一位ということで、世界一なんだけど経済産業大臣賞って日本のあれなんだけど、まあ一応そんなことをやらせていただきました。はい。でどんどん喋っていいの？はい、で今日このロボットシステム見えるかな、ロボットシステムインテグレーターってね、この言葉をぜひね紹介させてもらいたいなと思ってます。まあロボットはね分かりますよね。でロボットのシステム、それをインテグレートする人というか会社というか、うん、いうことなんですけど、まあロボットのシステムを、まあインテグレートっていうのはこう何て言うのかな、集めるというか集約するというかね、まあ構築するというか、まあそういうやつなんですよ。で最近こういう言葉がねだんだん出てきまして、でみんなにねこうだんだん知ってもらいたいなっていう、うん、まあそんなことを思って今日やってきました。はい、ロボットっていうのはね、これ自体がロボットです。そうそうそう、これだけだと何もできないんで、うん、その付随する機械っていうのを集めて作る。だから一般的な人はねやっぱり目にするのはこう人型ロボットっていうね、とかアニメの世界のやつロボットだけど、まあ、圧倒的にあの産業で使われてるのはこういうアーム型っていうんです、まあ簡単に言うと人の腕の代わりになっているような、まあそういうようなロボットが圧倒的で、台数としても、まあ、世界には圧倒的にそういう台数が出てるんですね。人型っていうのはまあごく一部なもんですから、ロボットの世界ではね、まあそういうような仕事をやってる。でこれを扱うのがロボットシステムインテグレーターっていうことですね。はい、いいの喋っちゃって。あ、どうぞ。じゃあその、まあちょっとね、今、まあここにフィギュアがあるからあれなんですけど、ロボットって言うとね、今言ったように、こう、産業用ロボットってこんな形なんですよ。で、じゃあこれ何するのって言うと、ロボットメーカーさんこれ作って、まあ、あとはどうぞっていう感じで、じゃあどうやって動かすのかとかね、そういったことは、誰かがやらなきゃいけないんだけど、で、実際誰かがやってるんだけど、誰がやってるんでしょうっていう話なんですよね。で、そうする、したときに、やってるのがそのさっきのロボットシステムインテグレーターで、実際使うとなるとこんな感じで見えるかな、真ん中に黄色いやつがあるんですけど、もうちょっと前行く、まあ真ん中に黄色いのがあるんですけど、まあそれはロボットですね。でそれをじゃあ動かしますよってプログラミングをするのもロボットシステムインテグレーターなんです。でまあ絵で分かるかあれだけど、前の方からねコンベヤーでなんか物を運んでもらう、
まあ、こういうのもですね、あのロボットとコンベア連動させなきゃいけないんですけど、まあ、そういうのもロボットシステムインテグレーターがやりますよっていう感じですね。で、まあ、流れてきたものをですね、じゃあ見る、ね、それもカメラというので見るんだけど、それも、ロボットシステムインテグレーターが調整してロボットとこう連動するようにしてあげるということなんで、ロボットメーカーさんはそのロボットだけ作るんですけど、どうやって動かすかとか、じゃあ周りとどうやって連携取っていくかって言って、最終的に工場で使えるようにするのが、まあ、ロボットシステムインテグレーターっていうんですね。だから、まあ、ちょっとかっこいい言い方で言うと、ロボットに命を吹き込む仕事なんてね、言ったりしてますけど、まあ、そんな仕事をやってる。で、すごい、これから世の中で、まあ、自動化っていうことで、まあ、こう、少子高齢化とかいうことで、働き手がだんだん減りますよっていう中で、まあ、自動化っていうのは非常に、まあ、これから大事だというふうに言われてて、で、実際このロボットシステムインテグレーターっていうのは重要だって言われてるんですけど、なかなかね、みんなに知られてないんですよ。裏方の仕事だもんで。それ反対だよ。裏方の仕事だもんで。裏方、そう。だもんで、なんていうんですかね。みんなに知ってもらいたいっていうのがあるんですよね。いつも。うん。それであちこちでこういう話を、今日ここで初めてしますけど、こういう話をさせてもらってるということですね。はい。皆さんなんとなく分かりましたかね。佐々木君分かったの？はい。私だけ気づいてましたね。はい。で、ロボサポの話。あ、もういいの？そうそう。だから結局ね、そういうのをみんなに知ってもらいたいなっていうのもあって、まあ実際お客さんにもこう普及させたいよっていうこともあって。2017年っていうともう5年前じゃない？そうですね。経つね。このロボティクス支援センターっていうね、こういうあのロボットのこうセンターを立ち上げました。でなかなかちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、ロボットが十数台、あの産業用のロボットがね、あの十数台並んでます。まあ1台小さいのでもね300万とか400万しますので、それをまあ十数台こう一気に揃えまして、で、あのいろんな方にその産業用ロボットっていうのを見てもらったりですね、とか実際に使ってもらったり、それからあの下の方だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、あの地元のね子どもさんたち、こういう人たちにも見てもらったりしてます。あの小学校もいるし、それから工業高校の人たちにも来てもらったりしてます。それからあの一応ね左、多分皆さんから見て右の下かな、こう、そうそう、あの一応静岡県知事ともですねこう写真撮ってるんですけど、静岡県ともその人づくりのその提携みたいのをしてましてね、人材育成っていうことで、そういう普及活動、まあ、そういうものをですねさせてもらったりしてます。まあ、このセンターを中心にいろいろとこう産業用のロボットのね情報発信っていうのをねさせてもらってる、まあ、そんな感じですかね。はい。なんか今コメントをいただきまして、学生時代の時、うん、社会科見学でこういうロボットを見たことがあるそうです。そうですね、それはメカックスじゃない、うちで、まあ、あれじゃないですか、多分 どちらかの、ね、工場を見学されてと、いうことだと思います。うん、まあ、あのロボットはですね、日本は歴史が古くて、特にあの産業用のロボットはですね、歴史古いんですよ。もう40年ぐらいですかね、最初で、あの日本はすごいロボット その産業ロボット含めて普及がですねすごい早いんですね。で今世界中にだんだんこう輸出もされていっていくんですけど、世界 その産業用ロボットの、50% は今でも日本製ですね。で海外製が 50% っていう感じなんですよ。まあ、よく言われてるのは、あの日本人はね、例えば鉄腕アトムとかから始まって、あの最近のエヴァンゲリオンとかもありますけど、あのロボットをこう仲間って思う文化があるらしいんですよ。で海外はどっちかというとこう敵みたいな、ロボットとなんか戦うみたいなのあるじゃん、
あのロボットの何集まるとこを戦うみたいなさ、ターミネーター、ターミネーターもそうかも、まあ、一部はあれだけど、もともとは戦ってるわけじゃないですか。だからロボットをなんつうの、悪人、悪人じゃないけど、そういうように考えるあれがあるみたいで、だからその日本は早く普及したんじゃないかっていうような説もね、ありますけど、はい、そうなんですね。そう、そう、それを初めて、まあそれはあの何ていうの、まあ、俗に言われてるっていう感じで、本当にそうだとは言い切れないですけど、まあでもそういう話もありますよっていう感じですかね。今そのロボット以外っていうのは何かやってらっしゃいますか？ロボット以外、今日ロボットの話じゃないの？ロボット以外っていうのはどういうこと？仕事で？そうです。仕事でまあ部品の加工とかね、そういうのは普通にやってますけど、はい。まあ、そのロボットの、ね、周辺設備を作る全てのことができる会社っていうことですよね、うん、まあそうですね、はい、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、まだ続きがあります、続きまだ喋っていいの、はい、いっぱいあります、はい、で、まあ、ロボットセンターっていうのもやってるんですけど、まあ、続きっていうと これ高校生向けのですね、ロボットアイデア甲子園という、こういうのも別にうちがですね単体でやってるんじゃなくて、まあ、全国区の組織で FA ロボットシステムインテグレーター協会っていうね、これをまた、2018年なんで4年前にできた全国規模の、その、まあ、同じ同業者の、集まり協会なんですけどね、やっぱりその当時からもうこれからは、ね、日本は自動化どんどん進めていかなきゃいけない、ロボット化を進めていかなきゃいけないっていうことで、全国のこう組織を立ち上げました。で今はだいたいもう300社ぐらいいるんですね、全国で、はい、で、まあ、その協会でやっぱり認知度を上げたい、または若い人の人材育成をねしていきたいよっていう、まあ、そういう話がありまして、まあ、それだったらね、高校生向けのこういうまあイベントをやって、うん、まあ、産業用ロボットっていうのはどういうものかというものを学んでもらって、はい、そういう機会を提供していったらいいんじゃないかということで、まあ、これはね、2019年ですね、に第1回をやりました、はいはい。それがロボットアイデア甲子園なんですね。はい、これね、特徴はね、うん、まあ、皆さんよく知ってるのは、ロボコンとか高専高専門高校あるじゃないですか、そうそう、はい、でロボットが、機械のロボットがね戦うっていう、で、あれはねやっぱね専門の人たちがやって、うん、結構ハードルが高いんですよね、まあ、実際に技術いろいろ勉強しなきゃいけないっていうんで、参入が、まあ、すごいいいんですよ、専門知識を持った学生さんが育つっていうことですごいいいんですけど、このロボットアイデア甲子園っていうのはもうアイデア一本で物を作ったりしなくて、ね、アイデア一本でやるんですよ。なのでそう、我々はね、静岡の中西部大会っていうのをちょっと担当させてもらったんですけども、まあ、島田工業さんもとか、せいせいさんとか、うん、あれ、あとは焼津だと、焼津水産さんも参加してくれたんですけど、あとは牧之原の方のね、灰原高校、まあ、灰原高校なんか完全にね普通校ですから、でしかも女の子、女性も参加してくれたりしましてね、でやったんですよ。だからロボットを見て、でそこからじゃあこれからこのロボットはもっとね世の中でこんな風に使えるんじゃないかって自由に発想してもらって、それでこう発表するっていう、まあそういう大会なので物作ったりしないんですね。今世の中にないものを想像でこう提案する、うん、そう、まあ強いて言うと、まあ使い方になるかな、うん、この産業ロボットをどういうふうに活用したら、うん、なんか便利なことないかな、そう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 、まあそういうような感じの大会なんで、うん、まあ非常に参加しやすいっていうかね、いうことで女性なんかも参加してくれたっていうことですね。はい、そういう大会をやっています。ロボット甲子園、はい、でこれで、まあ、地区大会、地方大会っていうのかな、はい、まあ、静岡県内で、1位になると、まあ、全国区の全国大会、はい、まあ、これ、2019年の時、3年前、はい、2019年にやって、はい、その後1年間は、まあ、コロナの関係でできなかったんですね、はい、うん、なので2019年の話をすると、まあ、地方大会を勝ち抜いた人が、これはこの裏側に
あってね、ちょっと小さいけど、まあ要はビッグサイトですね。こっち？こっち？ビッグサイトと、はい、そう、ビッグサイト。うん、そう。ビッグサイトで、まあ高校生、その各地で優勝した高校生が集まって、また改めてそこでね、発表会をして、まあ優勝者を決める。まあそういうような、全国大会まで開催をしたっていうことですね。はい。これは2019年から。で、これさっきのポスター2021になってますけど、これが今回というかね、今年、去年って言ったらいいのかな。うん、やった大会。これもね、地方大会をやったんですよ。地方大会をやって、まあ、各地方の代表者は決まったんですけど、全国大会はね、やっぱりコロナの関係で、ちょっと中止になってしまったんですけどね。はい。だからこういうことをやって、やっぱり高校生にも産業用ロボットっていうのをね、知ってもらおうっていうようなことをやってます。コメントでなんか NHK のロボットの大会はよく見てましたって、うん、なんかちょっと違うあれですね。それはね、メジャーな大会ですね、まあ、もう歴史のある。これはまだ、まあ、まだ2回目っていうかね、いう感じなんですけど、まあでもさっき言ったように参加しやすいんで、で割合いろんな、なんていうんですかね、教育機関も後押ししていただいてるんで、まあ、県内で言えばね、県の教育委員会もそうだし、まあ、全国大会で言えば経済産業省もね、講演で入ってくれてるような、まあ、そういう大会ですので、まあ、これからどん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 広がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。工業高校に限らずどんな高校生でも参加できて、うん、っていうことですね。そうそうそう。質問いいですか。はい。もしそういうロボットアイディアとかをやってる高校生がいたら、うん、社長は会社に、うん、社員として受け入れたいと思いますか。いや、ぜひね、来ていた、来てくれるんだったら来てほしいなと思いますよ。あ、でもそういうところからこう、はいはい、高校生が就職っていうか、うん、探すっていうのもすごいいいなと思って今聞いてたんですけど、うん、あ、どう思われますか。いやいや、まあ、ぜひそういうふうになってもらえればね、うん、まあ、ですからこれだけに限らず、まあ、小学生に見てもらったり、ね、中学生なんかにも話をしたりとかやらせてもらってるんですけど、まあ、その中の一人でもね、二人でも、うん、まあ、うちの会社じゃなくてもいいんですよ。その業界に入って活躍してくれればいいし、まあ、うちの会社に入ってくれれば仲はいいなっていうね。まあ、そういうふうには思っていますね。僕、ちょっと大学とかでもちょっと話をさせてもらったりするんですけど、冒頭に聞くのは、こういうのを知ってますかって、職業とほとんど知らないですね。うん、で、やっぱり1時間ぐらいちょっと話をさせてもらうと、まあ、ほとんど、まあ、90% 以上の人が興味があるとか、まあ、やってみたいとか言ってくれるんで、こう潜在能力というか、何ですか、みんなに興味を引くような将来性のある仕事であるんですけど、あまりにもね、ちょっとね、裏方すぎて知られてないっていうのは、認知度が、うん、そうそう、ちょっと低いです、うん、そうなんですよ、はいはい。で、まあ、世の中ね、貢献したいなっていうふうに思ってるんですけどね、はい、少しはその皆さんに、ね、届いて少しでも興味を持っていただける方が増えれば、もうちょっとずつでいいですよ、うん、最近我々は気長になりましたそう、まあ、皆さんぜひね、興味ある方は柳原メカックス、うん、ここにホームページ、ホームページ、うん、インスタグラム、ツイッター載せてありますんで、あと YouTube も、まあちょっとね、ちょっとやってますね。様子が見れますんで、ね、そうですね、まあ、まだまだちょっとね、数が少ないんで、これからね、どんどん上げていきたいなというふうには思ってますけど、ぜひぜひ皆さん見ていただいて、はい、何か興味がある方はお問い合わせをください。何か医療用のロボットとか作られてるんですか。医療用、まあ専用ってことじゃないですし、まあ我々ロボット自体は作らないので、うん、ロボットをいかに使うかっていうことなので、まあ、医療用の生産ラインとか、うん、そういうようなのには携わさせてもらったりとかね、まあ、そういうことはあります、はい。でもちょっとね、障壁は高いよね、医療用はね。そうですね、人の命関わるからね。まあそうですね、はい、難しい。はい、ありがとう。もうん、どう、もう何って終わりだな、もう終わりって言われたって、ね、なんか残りロボットのね、先生になるためのこの育成人材
人材育成のサポート、先ほど社長がお話ししてくださった、うん、なんでね、こう結構いろんな会社さんも結構、ね、来ますよ、いらっしゃるみたいで、はいはい、今はね、その安全教育っつって、うんうん、あのこの産業用ロボットっていうのは一応ね、動くのはちょっと危険だということで、うん、使うにあたっては安全の講習を受けなきゃいけないんですよ、うん、でその講習をあのうちの会社の方でも、そのロボサポですね、こっちの方でもやってまして、でそうすると、まあ、認定書、ちゃんと認定書もうちの方で出させてもらってますので、まあ、活用してもらえればなというふうに思います、はい、まあ、この佐々木君も、もうもともとロボットシステムインテグレーター、うん、インテグレーターですかね、ロボットも動かしちゃいますからね動かしたことがある佐々木くん自身がターミネーターっぽいけどさ今度サングラスだったサングラスもどこで分かったやばいやばい、あの私たち心のサポートっていうのを今後活動でやっていくんですけど、うん、はいはい、柳原社長はこのキャンプで心を整えている感じですかね、うん、整うね、薪ストーブは整う ね、 そうだね、薪ストーブなかなかね、共感できますね、うん、私たちも焚き火が大好きで家でやるようになりましたね。そう、カウンセリングをやるときに焚き火を使おうかなと思って、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、火を見ながら揺らめき、いいと思いますよ。いやもうね、もう僕もねキャンプ20年までいかないか十数年やってるんですけど、まあ、あのずっと夏とか秋までだったんですけど、冬をね始めて薪ストーブやったら、あ、これが本当にキャンプだったなっていう、一年中楽しめますね。薪は楽しめないよ、キャンプ。あ、でもね、もう夏暑すぎて、うん、それよりあの秋冬春、うん、夏は虫も出るし暑いし、うん、あ、もうこれからね秋冬、うん、バージョンでいこうかなと、そうです、うん、思ってますよ。すごい本格的な、うん、お庭でできちゃうっていうのがすごい、ね、ちゃうっていうか、まあね、あの、うん、もういっぱいいっぱいに張ってね、ああやりましたけど、結構ありますね。ないっすないっす。隣はね、あの公園なんですよ。公園です。もう時間じゃ、はい、そろそろお時間ですけど俺が好き、柳原社長、本当今日はありがとうございます。いやいや、こちらこそ、あの呼んでいただいてありがとうございました。また第1回目にね、ふさわしい柳原社長にお越しいただきましたけども、うん、もう私たちのね、夫婦になるきっかけになる会社で、うん、ここの会社で、まあ、結婚したっていうのもありますし、うん、まあ、子供を亡くす時にもね、社長に、かなりお世話になって、うん、まあ、背中を押してもらったこともありますし、もう多くは語らない社長ですけども、優しく見守っていただいて、まあ、本当に感謝いたしております。これも素敵なご縁ですね。ご縁でまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。18時からはですね、笑顔咲くハッピーママチャンネル、ハッピーママトーク、テーマはボディとマインドです。お楽しみに。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、チーズ。あ、このポーズいいですか。そうそうそう、はい、あ、いいですね、はい、チーズ、はい、オッケー。ありがとうございます。電車ちょっとお金の連射でした。